ホイタモトキヨは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。秋国の戦国大名である、毛利元成の四男。名前は、ホタモトキヨとも表記する。天文20年、秋国の戦国大名、毛利元成の四男として誕生する。母は、野見岡田。元タ。の性質の子である、毛利隆元、吉川元春。 小早川高景の三人の兄たちが元なりから大切にされたのに対して、元清をはじめとする側室の子たちは、父から虫けらなるような子供たちと表現されている。しかし、粗略に扱われたわけではなく、もしこの中で賢く成人するものがあったならば、龍玄、元春、高景は憐れんで、いずれの遠ざかいなどにでも置いてほしいとも依頼している。一方で、大抵は、 間抜けで無力なものだろうから、その時は、どのようにされても構わないとも述べており、そこには、性質の子と側室の子を明確に分ける元なりの配慮が読み取れる。A69 年、追いにあたる、本家当主、毛利リテル元の果敢を受けて減服する。A61 年、村上水軍との関係を強化する必要もあり、来島の村上道康の娘を性質として迎えた。 同年、毛利氏が北九州に侵攻した際に、備中国が手薄になると、これに乗じて、宇喜多直家が、毛利氏に背き、備中松山城、道猿係城を攻め落とした。元清は父に命じられて、三村元家と共に猿係城を奪還し、松山城からは、翔太かすを追い出した。翌永六十二年、毛利氏が北九州の派遣をめぐって、 大友氏と対立したため、立花山次郎の戦い、文字城の戦い、たた浜の戦いに出陣。同年12月には、備中に兵を移し、熊谷信直、を、三村元親と共に、宇喜多氏市に侵入した、植木秀長の助、伊田城攻略を目指して、兵を進め、後月、小田、浅口を順調に平定して、助、伊田城に向かったが、援軍に駆けつけた、 なおいえ廃家配下の戸川秀康に敗れて退した。元気2年2月には再び章高助に奪われた、松山城奪還のために、三村元地下と共同で攻め込み、章高助を打ち取って、松山城を奪い返した。元気3年、秋桜美女を与えられた。天正2年から、兄の元春と高影に従って、三村元地下討伐のため出陣し、翌天正3年6月には、 三村元地下を切腹させ、十一月には三村市残党の夜る譲り派城を攻め落とし、三村氏を完全に降伏させた。この行動、元清自らの収穫によって猿係城を預かる乗番となり、猿係城の所在する備中織田軍を中心に五千貫の地療地を与えられた。元清は桜尾城を妻の子北男旧帝の西菊丸に任せて備中猿係城に移り、 毛利氏の東部方面への進行を抑える重鎮となった。また、この時に猿が狩り城のあった穂田号の罪名から保田姓を名乗っている。後年に作成されたバッ両川居室系図などのカフ等では、元清が三村家地下の子である、保田玄介の養子となり保田姓を名乗ったとしているが、年府省八月十四日付の村山大部宛で、モ元聖書場において、 毛利リテル元に遠慮して、罪名である、法でも名乗ったと、元清自らが述べ、少子との関係を否定している。天正4年、幕藩山の戦いにおいて、浮っ元家の軍勢と戦い、天正5年に、小田信長による中国攻めが始まると、小島の戦いにおいて、信長に通じた、浮っ直家の軍勢と戦って、これを撃退。また、 橋場秀吉の軍勢に取り囲まれた、桂広重の軍勢を、本木義自らが三千の兵を率いて救出した。天正六年の光月城の戦いでは、七帝の天野元原生と共に自ら軍の戦闘に立ち、光月城を落城させるという大功を立てた。天正十年、備中チ城において、橋場秀吉の軍勢と戦った。また同年、備中高松城の戦いの際に、 毛利氏は、秀吉と講和を結ぶ。以後は、秀吉に侵入した毛利氏の下で従軍。天正13年の四国攻めに出陣。また、同年、着難の毛利秀元が、毛利輝元の養子となったため、後に、元清も、病児を毛利へ服した。天正15年、九州平定に出陣する。天正16年、輝元に従って上洛し、秀吉から、 豊臣トを歌手された。また、同年7月28日に、テルモトの参議任官式が宮中で行われた際には、冠と赤装束を着用し、テルモトの友として従った。天正17年、二宮治虫と共に、秋広島城の築城、及びその城下町の建設の不審奉行を務めて、式している。天正19年、 テルモトから一万二千国の治療地を与えられている。また、この頃に実施された検知の結果、有力家臣や自社に対して発給されただ私上に、初版を記した8人の重臣の内本清は、唯一の一門出身者であるとともに、彼か暗黒自衛系のどちらかが必ず筆頭の初版を行っており、小早川氏、吉川氏が独自の地位を築いていく中で、 元清が栄敬と共に、毛利氏の年寄り筆頭として当主である、毛利輝元を補佐していたと考えられている。文禄元年、文禄の役では、病床にあった輝元に代わって自ら、毛利軍の総大将となった。この時、秀吉は元清に、土産として、虎を所望しており、元清は虎を二刀池取りにして、秀吉の下へ送っている。その虎は慶の支柱において、 評判となり、御用税天皇も物見に訪れたという、元清の墓と伝わる、宝鏡院頭。右手前90度西向きに、妻の墓とされる宝鏡院頭がある。ただし基礎は、角狭間の手法を除き大きさ、比率とも同型だが、傘や、草林の形態は異なる。道雲寺八日市市継2年、桜お城において47歳で死去する。道雲寺には、 元清夫妻の墓と伝わる、豊京院頭をはじめ、桂元住夫妻や東春方の墓と伝わる、豊京院頭、友田京夫児の墓とされる、豊京院頭がある。なお、江戸時代初期に、元清の子孫は、長州藩の師藩である、長府藩、新松藩の藩主として存続する。照元の直系が耐えた後、元清の子孫は、本家の養子として、 長州藩主となり、毛利氏の着流としてその系統は幕末まで断絶しなかった。ありがとうございます。